出会いって何？出会いはもう出会う前から出会ってる。そうそう。前世から後ろは繋がってる。そうそうそう。よく言ってる。よく言ってる。似た者同士。前世は双子か親子だよね。出会いはその前からです。出会う前から出会ってます。好きなところ、まあ優しい。あとは。出ないんだね。まあ明るい、笑う、楽しい。あとはそんなもんやな。え、出てこないの？ジェンコ言ってみた。え、何さ、でももうほらダメなところはいっぱい出てくる。なんでよ。好きなところは全部さ、全部さ、全部だ。もうこの頭からお鼻からお腹から全部だ。一番好きなところはお腹。なんとかせ。あ、しょうがないな。これは幸せの塊なんだ。そうです。はい、幸せの塊です。幸せになるとこうなります。なんていうはい、これは、うちらの一応なんていうんだろう、トレードマークでもないけど。トレードマークで、ね。まあ旅するクマコロリンっていうネームで YouTube 等々をやっているんだけど、このマークっていうのが。これ熊のマークね。で旅。そう。そでこの星2つっていうのがまあ僕らっていう意味でついたね。そう。でここが一応旅するあ日本一周、日本一周旅の夫婦っていう意味で。でこのマークっていうのはこれ実はフクロウ。フクロウ。ね、鳥のフクロウがこう飛んでる羽ばたいてるイメージ。でこれが目なんだよね。うん、でまあ後ろから見てもまあ安全になるしみたいな。そう、安全マークみたいな。安全マーク、なんで安全なのかよ。だってこれは北海道でそうそうそうアイヌの意味とすると、そうそうそう、神様、うん、神様、そう、熊もフクロウも神様って言うんです。そうそうそう。で僕ら北海道行った時にそのアイヌの文化をいろいろ学んで、そういったものを覚えた時に、あ、これいいね、うん、ということでこのマークを、そう、ロゴにしたいねっていうんで、うん、この周りも、そう、周りも実はこれこのトゲがこう守ってくれるっていう。そう、アイヌの方の服装を、ね、見るとみんなこういうのがついてるね。これどういう意味なんかなと思ったら、やっぱり後ろからでも守られるみたいな、この針がね、そうそう、針のようにこう守ってくれる。そうそう。だから僕らも横を立てて囲われて守られて、から守られて神様が、神様がいて、そう、見てくれてるっていう、ね、ここが二人見守ってるって。そう、だから星が二つみたいな、そういう意味合いがあるんですよ。はい。いらっしゃいませ。ようこそ我が家へ。ようこそ我が家へ。かわいいでしょ。そう、これはピンポン押してくださいね。あとここ。これ大事。そう、これ大事。降りるときには必ずこれを押してください。で、ご用のある方はこちらを押してください。はい。この車は作りました。途中内装、はい、内装、手作り。この壁だとか窓とか、冷蔵庫はもともとだけど、もうここは全部作りました。これなんであえて長くしたかというと、絶対普通にキャンピングカーにはない。大体このぐらいで終わっちゃう。そう、この辺で終わっちゃうから、もう一直線にカウンターのようにしたくって、一直線にしました。だからきっとどこにもないはずです。オリジナル、完全オリジナル。すみません。待って。もうコスケです。新しいお友達ができたんで、コスケです。九州から来ました。九州から来ました。九州出身。九州出身もコスケです。あとは何だろうね。何だろう。ベッドはこんな感じ。ここで2人で、2人で寝たり、ね、だっこで、ね、あとは何だろう。あとはクローゼット。あとは上何だろう。
これはもう棚がもともとついてたからここ物入れ、それはね使ってないんだよね。これはもともとバスに純正でついてる DVD とか見れたりするものだね。まあ、であとはまだこの天井とこの辺も全部木で埋める、こういう感じで埋める予定なんで、木にしたいんだけど、帰ったらまた始めたい、再制作をします。まあこれで何だろう、まあ、本当うちら長旅なんで 2,3 日の旅とかと違ってね、もう1ヶ月何ヶ月3ヶ月4ヶ月の旅を出るので、やっぱこのぐらい必要なんだよね、うん、荷物もね、生活空間っていうのがやっぱりうちらはこれぐらい必要なんだけど、こんだけでかいと行きたいとこにも行けないっていうのがデメリット。もうほんと最悪、もうなかなか入っていけない道とかね、狭いこととかっていうね、うちらは珍道中をね今 YouTube で上げておりまして、はい、でこれ作ってるのも YouTube で上げておりますので、ぜひぜひご覧ください、ご覧ください。まあ本当ね、ずっと365日、うん、24時間ずっと、うん、もう下手するとお風呂もトイレも一緒バカみたいにずっと一緒にいるけど、喧嘩はまあ喧嘩はね、大きな喧嘩っていうかそんなないね、小競り合いは毎日、小競り合いは毎日、もううちらはもうみんな他の人も知ってて、うん、そう、バカ野郎だよみたいなそれはコミュニケーションの一環。そうそうそう、喧嘩はしたことないか、ないな、まあ、ちょっと機嫌が悪くなるぐらいで、うん、疲れてくるのね。だからなんで疲れて喧嘩をするかというと、やっぱ食べてないと、ご飯食べないとダメだね、人間、うん、そう、もうやっぱお腹空くとね、お腹空くとね、機嫌悪くなる、うん、眠くなると機嫌が悪くなる、そう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 、それぐらいだよ ね、 ね、あとは別に喧嘩しないし、まあ、仲良く、うん、よくやってるね、毎日こう大笑いしてた毎日笑うことが楽しい秘訣です。夫婦のうまくいく秘訣っていうのは、うん、まあとにかく喋ることだね、話す、こう会話、要は会話がないとなんかな、会話っていうかなんか思ったことをもう何でも言えるようにならないと溜まっていくからね、そう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 、だから言いたいことは言いたい放題、うん、言いまくってるね、だからいいのかな、溜まんないのかな、でもそれでもたまると怒るね、嵐がね、もうやめてやめて怒るけど、嵐が一方的に怒って旦那がまあ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 ってこうなだめるから収まるのがうまくいく、まあ、お互いあるよね、うん、俺もなんか機嫌が悪くなるとどうすんの、もうそのまま掘ったらマジだそれが一番、そこでね、なんかつっついたりとかするとうまくいかなくなるから、ほったらかし、そう、なんか時間、うん、かなまあ今まで旅はずっと東日本、青森一周して帰ってきた、まあ、地元が千葉なんで、でその後北海道を3ヶ月弱回って、でそれが終わって去年の年末ぐらいから2ヶ月間九州を回って、うん、で今ずっと四国回って今に至るんだけど、一番良かったのどこ？あ、もう本当に感動したっていうのはもう阿蘇だよね、九州ね、九州熊本の阿蘇ね、あの山々を見た時は本当に息を飲むと、こんなあれは日本じゃねえなあって、もう外国のような、いや日本にもこんなところあったんだっていうのが一番感動、まあ、北海道も北海道でいいけど、あれはねまた違ったよ ね、 あ、 ね、うん、あとはでもなんだろうな、まあ、食べ物全部美味しいもん、ね、全部美味しいね、九州と、まあ、北海道は端端が美味しいんかな、端と端が美味しいとかね、もう全てにおいてだよ ね、 ね、肉も魚も野菜もね、まあ、景色は本当九州も北海道も最高、うん、最高、まあ、日本っていいなと思うね、うん、日本っていい、こうやっぱずっといろんなとこ見てると、まあここそれぞれいいところはあるけども、そうそうそう、うん、まあ、本当全部見てね、日本はいいな、うん、いいねって感じ、まあ怖かった経験って熊熊熊
いや、北海道だと熊出没注意ではしなかったんだけど、熊出てくるんじゃないかっていう怖さと、あと道間違えた時にもう日も幸も行かなくなったこと。熊といえば夜どうしてもトイレ行きたくなるんだよね。一応トイレは積んでるんだけど、まあなるべく使わないようにしてるんだけど、夜トイレ行くときね、うん、さあドア開けました、でそこに真っ暗なんだよね、もう怖いよ。そう、そこにいたら怖いし、真っ暗で何も見えなくてね、あったね、一回な。で夜はほら結構鹿が鳴くじゃない、ビュンビュン、あれがなんか怖いんだよね。でも鹿が鳴くと熊はいないっていうか、そう、ね、鳴いてくれた方がいいんだよ。そう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 、熊だな、夜の熊問題。夜の熊問題、北海道に限ってだけどね。まあ、ね、だからその辺は、その点考えたら九州は本当熊いないし。そう、安全だった。安全。それは安全。ね、あれは良かったね、うん。いなかったからね。北海道も冬行けば、うん、出てこないよ、まあね、今度は北海道冬だな。冬に行く。冬の北海道。熊が出ない。雪景色をこうパーッと見ながら。で埋もれるんでしょ。年がら年中。な、年がら年中？年がら年中？日本株だね。そうなの？見てないんだよ。そうなんだ。キャンピングカー。とは？絆。絆は相棒だよね。相棒だね、本当。うん、一緒にずっと旅をしている相棒だね。だから余計うちらはほら自分たちで作ったやつだから余計愛着もあるし、まあ、愛着があるし、ちゃんと名前もあるんだよね。そう、ポロリンゴ、ポロリンゴ。だからやっぱり今ね、日本はほら震災やら何やらってね、夏に台風の被害だとかって今多いじゃない、うん、だからまあそういった形で、うん、今はそういったキャンピングカー、今の時代、うん、その密にならないがための、うん、そういったのでよく注目されているけど、やっぱ必要なんじゃないかなと思うね。まあ、こんな大きい車じゃなくてもいいんだけど、うん、なくてもいいけど、うん、まあ、その災害時とかでも旅するだけではなくて、そう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 、災害時も、まあ、電気とかは使えるからね、まあ、充電もできるし、そういうふうに考えていけば今後これからの時代っていうのは、まあ、大きさ関係なく、うん、ね、ちっちゃい軽でも、うん、よく、ね、あった方が、うん、また世界も広がるし、うん、世界は広がる、もっと広がる、旅はいいよ、旅はいいね、人生を変えます。あいやー、あー、バカだ、バカ夫婦です、バカです、バカ夫婦です、バー。